大砲後期5月29日から2013年1月19日は、北海道川上郡手鹿賀町出身の元、大相撲力士。第48代横綱。本名は、名ヤ後期であるが、出生名は、イバーン・ボリシコ。一時期は、母親の再婚によって、住吉後期と名乗っていたこともあった。1940年、ウクライナ人の元コサック機閉校。 マルキャン・ボリシコの三男として、日本の領土であるカラフトのシスカ町に生まれた。マルキャンはロシア革命後に日本に亡命した、いわゆる白系ロシア人であった。なおシスカ町は日本領の南カラフトに位置するため、大砲は外国出身横綱にならない。太平洋戦争末期、日本への米軍による原爆投下後、ソ連軍が南カラフトへ進行してきたのに伴い、 母親と共に最後の引き揚げ船だった小笠原丸で北海道へ引き揚げることとなった。最初は小樽に向かう予定だったが母親が船酔いと疲労による体調不良によって輪っか内で途中下船した。小笠原丸はその後ルモ行きでソ連潜水艦 L-12 の魚雷攻撃を受けて沈没したが大砲親子はその前に下船していたため辛くも難を逃れた。 その点、同じく焼け跡世代でありながらも、戦火とは無縁の山形の自然で、のびのびと育った柏戸とは対照的である。北海道での生活は母子家庭だったことから、大変貧しく、母親の再婚によって、住吉生に改正した。その再婚相手の職業が教師だったことから学校を毎年移動していたこともあり、しばらくは北海道各地を転々としていた。 あまりの貧しさから大宝自身が家計を助けるために納豆を売り歩いていた話は有名である。再婚相手とは大宝が10歳の時に離婚したため、大宝は悩生に戻った。中学校卒業後は一般の同世代の若者と同じ中卒金の卵として北海道手鹿学高等学校の定時制に通いながら林野町関係の仕事をしていたが、年に 二所の関一行が、クンネップ町へ巡業に来た時に紹介され、高校を中途退学して入門した。入門時に、母親から反対されたが、親子で相撲部屋を見学した時に所属力士の礼儀、正しさを見たおじが母親を説得した。後年、巡業で振る舞われたちゃんコに感銘を受けていたことも、入門の動機として明らかになっている。1956年9月場所にて、 初土俵を踏んだ。同期には、後の大関、清国や小結、沢光、前頭の大臣、玉嵐らがいる。入門当初より柏戸と共に、横綱確実の大器と評されており、二所の関部屋のプリンス、ゴールデンボーイなどの愛称を与えられた。序の口時代から、大幅な勝ち越しで順調に番付を上げていき1958年、3月場所では3段目で、 優勝、重量目前の西幕下2枚目まで番付を上げていた同年、9月場所では3勝5敗で負け越したものの、取り時代の負け越しは、この1場所のみでそれ以外は、すべて6勝以上上げている。東幕下筆頭となった1959年、3月場所で6勝2敗と勝ち越して重量昇進を決めた。初土俵から幕下時代までは、 本名の納屋で土俵に上がっていた。三段目時代、飲みに出かけた時に、両国界隈のバーで、伊勢の海辺屋の戸賀氏は、いい力士だ。あれは絶対横綱になると耳にし、それから柏戸話を起こすことを目指して、稽古に打ち込んだ。1959年に、新十両昇進が決まると、嗜名を付けてもらえることが決まった。その嗜名は、故郷。 北海道にちなんだものをつけるのかと思っていたところ、二書の席からもっといい名前がある。大宝だと言われた。どんな字を書くんですか打つ大宝ですかと質問すると、それは大筒と読むんだと言われ、同時に大宝、万上門の話をされたという。そしてこの時に大宝の字とその意味も教わっている。大宝の意味は中国の古典。 そう思想要有にある、今の大淵その千里なり、かしかもため鳥、その名医大法は、大いにこれき、その千里を知らずや、思考して鳥に化けすと、その名は、大法ととあり、翼を広げると三千里、一飛びで九万里の天空へ飛翔すると言われる、伝説上の巨大な鳥に由来する。感情好きな二所の石にとって、最も有望な弟子につけるべく温存していたもので、その点では、 二所の席の期待以上によく育ったと言える。1960年1月場所で新入幕を果たすと、初日から11連勝。新入幕初日から11連勝は、千代の山、正信の13連勝に次ぐ昭和以降に、1場所でのものとしては昭和以降で最多となる。12日目には小結、柏戸強氏が止め男として当てられ、 相番各界を背負って立つライバルとなるだろうと、目されていた両者の対戦が早くも実現することになった。解説者の上風正一は、左四つになって大砲と予想し、玉の海梅吉も、結局大砲がより勝ちそうと予想。大方の予想が、大砲6分、柏戸4分である中、師匠の伊勢の海は、大体柏戸は、小結、び、負けるはずがないじゃないか。 ガブリ左四つになればともかく、その他の格好だったら、絶対に負けない。そして、カシワドは間違っても左は刺させないとカシワドの勝ちと予想。この一番でカシワドの出し投げに屈し、幕内での初黒星。上風は左差しにちょっとこだわりすぎたようだ。土俵際も腰が随分高かった。カシワドは十分に腰を割っていたから、投げには、 絶好の時だった。柏戸の勝因は、右押っつけが鋭かったことだと、この一番を解説した。その後14日目、線集落と連敗したものの、12勝3敗の好成績を挙げた。13日目には、関脇では金と、先集落には、関脇北葉山と対戦し、この場所では、計3人の三役と対戦した。 しかし三役三人と対戦させられたことに対して、観客からの同情はなく、むしろ小結、関分けでは相手不足で大関、横綱と組ませても5分に戦えるのではないか、とまで言われていた。同年、三月場所で東前頭4枚目まで番付を上げるが、序盤から横綱、三役人に連敗を期する。 二日目の朝潮戦は横綱初挑戦となったが朝潮が立ち遅れたのを待ったかと思い一瞬力を抜いたところを付け込まれる形で寄り切られ物言いがついたものの行事軍配通り四日目には全場所有勝の土地二式にいいところなく押し出され土地二式とはこれが唯一の取り組みになった後半の平幕戦で盛り返したものの十三日目 福田山戦で際どい相撲を落として負け越し、最終的に7勝8敗でこの場所が生涯で唯一となる解禁負け越しとなった。また、この場所は白鵬が共に幕内で解禁して取り組みが組まれなかった唯一の場所でもある。続く5月場所は全頭6枚目に下がって出直しとなったが、初日朝潮を破って横綱挑戦3戦目で初勝利、 生涯唯一の金星を挙げるなど11勝4敗で2度目の関東賞。7月場所で新小結びに昇進すると、この場所でも11勝4敗。9月場所では20歳3ヶ月の史上最年少で、親戚分けとなる。11月場所では13勝2敗の成績を挙げ、これも当時の史上最年少となる20歳5ヶ月で、幕内最高優勝を達成し、 場所ご史上最年少で大関へ昇進した。入幕した年に大関昇進を果たした力士は2019年現在でも大砲のみで同じく入幕した1960年に年間最多勝ちを獲得という賞の発足ご史上唯一の記録を立てた。小結、関脇では36勝を9敗という圧倒的な強さを誇り合計3場所で通過となった。また、 新入幕から6場所目での初優勝は、年6場所制以降では、当時の最速記録だった。この場所で、TBS アナウンサーの小坂秀次が、白鵬時代という言葉を発したことをきっかけに、それが、一気に定着するに至った。新大関となった1961年1月場所は10勝5敗に終わり、13勝2敗で、初優勝の柏戸ワドに主役を譲って、 綱取りの面でも一歩を先んじられる形になった。しかしよく、3月場所から、ほぼ前場所優勝を争いに絡み、7月場所では、柏戸と浅潮を連覇して13勝2敗、大関としての初優勝を果たした。なお浅潮とはこれで、対戦成績を4勝4敗と5分にし、これが、最後の取り組みとなった。9月場所では12勝3敗、 カシワドと平幕の妙武谷との優勝決定戦を制して連続優勝、場所後、カシワドと共に横綱に同時昇進を果たす。大宝21歳3ヶ月、カシワド22歳9ヶ月での横綱昇進は、共にそれまでの最年少記録だった寺ラ国一万倉の23歳3ヶ月を更新するものだった。昇進時の工場は、 横綱の地位を汚さぬよう今後も精進しますであった。新入幕で初めて敗れた柏戸と競い合い、終戦直後の復興から高度経済成長期の相撲黄金時代を支え、1961年に揃って横綱に推挙、白宝時代といわれる黄金時代を築いた。後に第十九代横綱となった白、宝匠の仕込は、この両横綱に由来する。 新横綱の場所である1961年、11月場所、1962年、1月場所と連続優勝を果たすと、同年、7月場所から1963年、5月場所まで最初の6連覇を達成した。ところが、型のある相撲と評されていた柏戸が休場を繰り返していたことで、型のない相撲の大砲が独り勝ちしている状況から、観客が減少気味となり、 大砲の前世紀は、相撲の人気低迷期と一致した。ネットは1964年5月限りで、日本テレビと TBS は1965年1月限りで、大相撲中継から撤退しており、大相撲中継の勢いが落ちたのも、大砲の上昇による土俵のマンネリ化が原因であると、されている。この連覇直後から上風小一などから、型がないと、 盛んに批判されたが、二所の席は、型がないのが、大法の方と反論していた。大法自身は、当時の時塚ゼリ次長が言った、これは大法しかできるものがいなかったという相撲の内容を示せばいい。後世に至っても、どの力士も真似のできないものそれが、大法の方であるという言葉で、自分の相撲に確信を持てるようになったという。その歌手ワードが再起をかけた同年。 九月場所では、千秋楽で十四勝同士の相い星決戦が組まれたが、柏戸に敗れた。九百六十四年三月場所でも、同じ十四勝同士による相い星決戦が組まれたが、こちらは大宝が勝利している。下記に、白宝領有の主な千秋楽対戦を記す。九百六十四年からは、本体成功血圧によって、幕内で初の途中休場となり、 入院。退院早々に所の席からは、竜騒寺で座禅を組むよう命じられたさらに1965年には、警視庁の調べに対し、逮捕は、若白露の剣が割れ、怖くなって隅田川に捨てたと供述していた。しかし日本相撲協会からは検責処分に止まった。この直後の1965年5月場所は、左足首関節内骨折で9勝6敗。 先週楽は休場して、不戦敗となった。再起をかけた1966年3月場所からは、再び6連覇を達成するが、1967年には、左肘を負傷し、その怪我の分を取り戻そうと稽古で無茶をしたことで、左膝人体断裂の重傷を負い、1968年3月場所から3場所連続で全休した。復帰した同年九月場所では、 初日に、土地安町ライらと対戦して敗れたことで周囲から限界と思われたが、慎重に勝ちを求めた結果、叩きを多用する相撲に変わった。横綱として内容は冴えないが、同場所二日目から1969年3月場所、初日までの間に、双葉山定地に次ぐ45連勝を記録した。この連勝記録は、同場所二日目に、戸田友次郎に、 押し出しで破れたため途切れたが、ビデオ画像や写真では、戸田の足が先に出ていたため、正規の大護身と問題になり、この翌場所から、ビデオ画像の導入が始まった。しかし、大砲自身は誤信の判定を下された件について、不満を述べることはせず、むしろ誤信を招くような相撲を取った自分に責任があるとして、ああいう相撲を取った自分が悪いんですとだけ語った。 この発言は、大砲の高潔な相撲哲学を象徴する言葉として、話題を呼び、横綱としての大砲の評判を以前にも増して高めることになった。大砲は、同場所5日目から肺炎で途中休場となり、さらに肺炎の影響で肺機能が低下したことですぐ息が切れるようになってしまい、激しい稽古ができなくなったという。 それでも1969年5月場所には30回目の優勝を飾り、この功績を称えて1969年9月場所、初日には、日本相撲協会から一代年寄り、大砲が授与された。天竜玄一郎の証言によると、優勝30回に近づいていたとある場所の終盤、花道奥で、当時、まだ幕下で、大砲の付け人を行っていた天竜が、 大宝の背中を拭いて、控えに向かって行った後の下を、パッと見たら、大宝の足の形が床に残っていたという。天竜は、あれだけの大横綱でも緊張するのかと、見てはいけないものを見てしまった気がしたと、後に振り返っている。現役晩年に至っても、北の富士と玉の海、正弘の両横綱に対しては最後まで壁として、君臨し続けた。 1971年1月場所には32回目の優勝を果たしたが、千秋楽の玉の回戦では寄り切っていっぱいで並び、優勝決定戦ではその玉の海と水入りの大相撲。最後は玉の海の下手投げを左上手投げに打ち返して寄り切った。同年3月場所でも12勝と健在ぶりを示したが、同年5月場所で土地。 藤勝剣に敗れた際に尻から落ちたことで体力の限界を感じ、さらに5日目には新鋭だった高野花としきに同じく尻から落ちる敗戦を喫した。高野花との一番を詳細に説明すると、大砲は左勝ち上げから左はず、右をつけで攻め込んだが、高野花が右をつけから右上でを取って、大砲の左腰に食いつく絶好の体制になり、 すくい投げや突き押しで応戦する者の高野花に体を預けられて尻から落ちていったという内容である。その後、大砲自身、翌6日目の福野花、孔一戦をこれで自身最後の相撲としたいと申し出たが、日本相撲協会から死にたいで土俵に上がることはできないと却下。結局福野花戦は不戦敗となり、高野花との取り組みが現役最後の一番となった。 引退相撲は1971年10月2日に、倉前国技館で行われ、立ち持ちに、玉の海、梅雨払いに、北の富士と、両横綱を従えて、最後の横綱土俵入りが披露された。しかし、それからわずか9日後の10月11日に、玉の海が休止してしまい、大砲も玉の海の不法を聞いて、相当な衝撃を受けたという。白砲全体戦一覧。 編集白宝領有の対戦は、1960年1月場所から1969年5月場所の58、場所間に37回実現し、先週楽結びの一番の対戦は、史上3位の21回、先週楽両者優勝圏外の対戦が5回あった。先週楽は、先週楽結びの一番を示す。引退後は、大宝部屋を創立し、 関脇巨峰武氏、幕内、四子法継承たちを育成した。定年後、部屋は、娘婿子の高藤力忠重に譲ったが、部屋名は、大峰が一代年寄りであったので、もともと所有していた、大竹部屋とした。しかし、高藤力は、賭博問題で2010年7月4日に解雇となって、しまい、その後は、大峰の直弟子の大流忠宏が部屋を継ぐことになった。 大砲が入幕する前は、各界の最大派閥は、出羽の海一門で、必死流派とみなされる、二所の関所属の大砲は、親方としての出世は遅いと見られていたが、1976年に35歳の若さで、役員待遇、審判部副部長に就任した。ところが、1977年に、脳梗塞によって倒れ、左半身麻痺などその後遺症が残ったことで、 理事長などの重要職に就任する見込みがなくなった。引退後に年寄りなお、大捕症を己れとしていたが、この病気を患って、以降は現役時代の大捕後期に戻している。病気自体は不屈の精神で、妻、よしこの献診もあって、リハビリを重ねながら回復して歩ける程度には、回復し、1980年には理事に就任した。地方場所部長、さらには、 相撲教習所所長などを歴任し、発揮勤めた後の1996年に役員待遇へ退いた。巨人、大砲、卵焼きと称された時代の一方のオスである、長島茂雄が脳梗塞に倒れた時には、やはり特別な感情が湧いたと語っている。その回復が見を結び、2000年には地震同様、昭和の大横綱と評される。 北の海ビンマンと九十三次の二人を従えて、還暦土俵入りを披露した。ただし、前述の脳厚束の後遺症から思考が踏めないため、土俵入りそのものは行えず、赤い綱を締めて、土俵上で、雲流型の競り上がりの構えを取ることと、土俵中央に立って、柏でを打つという、一部の所作を披露したのみであった。2001年、サハリン州で、 自身の父親であるマルキャン・ボリシコの生涯が明らかになり、サハリン州の日本研究家の働きかけで、ウクライナのハリキフ市に大砲記念館が建設された。大砲自身もハリキレフで相撲大会を企画しており、ロシアを挟んで日本とウクライナの国際交流の主役として脚光を浴びている。その交流は、ロシア連邦にも及び、2002年には、 北オセチア共和国出身のボラーゾフ兄弟を日本に招き兄のソスランをロホをしようとして自分の部屋に入門させた。逮捕はソスランの嗜名に自分の法、名前にも本名の法の字を入れ期待に応えたロホは2006年3月場所で小結びまで昇進したが2008年にドーピング検査で大麻の陽性反応が出たことで 弟と共に日本相撲協会を解雇された。横綱審議委員会での逮捕を2005年に65歳となって定年退職し、9年近く空席だった相撲博物館館長に就任した。協会在籍中には理事長や執行部在任経験がなく、先に定年退職していた理事長経験者の佐田の山新松と豊山勝男が健在にもかかわらず、 官庁職に就いたのは異例の抜擢と言われている。2008年11月16日付で、教会の理事会で体調不良を理由に相撲博物館官庁を辞任することが承認された。同年12月26日、教会の仕事を納めの日に相撲博物館官庁職を退いたが、たまには国技館に足を運んでゆっくり見たいと相撲への思いは変わらないと語った。 2009年10月27日、相撲会から初となる2009年文化功労者に選出された。これを受けた大法は記者会見で私一人だけの力でなく、皆さんが力添えしてくれたからこそ、大きな賞をいただけて本当にありがたいことですと喜びを語った。その中でその気持ちは二所の席一門の分裂。 劣勢状態の責任を感じており、文化功労者選出後には8代2所の席や6代2所の席の母前で頭を下げている2013年1月19日、進出頻迫のため、東京都新宿区の慶応義塾大学病院において死去72歳を打入院中には2012年に経髄損傷で同じ病院に入院中だった小車を見舞い、小車によれば多い、 何やってんだお前、早くで死ぬところに帰ってやらんか俺も昔、この病院でリハビリやったんだと励ました。大宝の訃報を受けて、日本相撲協会は、大宝の還暦土俵入りにも参加した、北の海便万理事長と、九十三次事業部長などが哀悼の意を表す談話を発表したほか、同世代の日本スポーツ界のヒーローであった、長島茂雄、ファイティング原田、そして、 大宝とは大の親友関係だった、大貞春が、同じ時代に世の中に出て、光栄だったと、個人との思い出を語る談話をそれぞれ発表している。通夜は1月30日、葬儀、告別式は1月31日にいずれも青山、葬儀所で営まれ、大貞春、黒柳哲子、白宝将らが長寿を読んだ。大宝が死去する、わずか16日前の1月3日には、 故郷の手鹿賀町で暮らす実刑の工事が急性心筋梗塞のため79歳で死去。弟である大鵬は体調不良のため葬儀に参列できなかったことも後に明らかになっている。また、大鵬は70歳に入ってから酸素ボンベを頻繁に使用するようになったという。没後、1月19日付にて生四位並びに朝日、重光明が追贈された。また、 2月15日付で国民栄誉賞が授与され、25日未亡人と白鵬らが出席して授与式が行われた。3月24日、3月場所千秋楽の優勝力士インタビューにおいて白鵬の呼びかけで観客全員で1分間の黙祷が行われた。2014年8月15日、故郷サハリに大鵬の銅像が混流された。 大宝の母及び夫人が秋田県出身であった縁から、制作には大型村在住の彫刻家が当たり、同県の関係者を中心に募金活動が行われた。母書は妙秘差し寺。戒名は大道因伝忍寿連成美法大孤寺。父親がウクライナ人で、母親が日本人。名屋は母方のせいで、後期の名は後期2600年にちなんで名付けられた。 イバーンというウクライナ語名も存在していたという、ライバルとされた柏戸強と白鵬時代と呼ばれる相撲黄金時代を築いた、優勝32回45連勝などを記録したことから昭和の大横綱と称され、戦後最強の横綱と呼ばれることも多い、現役時代は大変な美男子と評判であった、当時の子供たちの好きなものを並べた巨人、大砲。 卵焼きという流行語は当時の大砲の人気と知名度を象徴する有名な言葉であるが大砲本人は巨人と一緒にされては困ると語ったこともある。その理由は大砲自身がアンチ巨人だったことと団体競技の野球と個人競技の相撲を一緒にされたくない気持ちがあったこと、そして何よりも大砲の相撲には型がないと批判されていた時期に大人のファンは カシワドと、太陽ホエールズなどと評論家から揶揄されたことがあったためであるという。ただし、後年に出版した自伝には、巨人大砲卵焼き、私の履歴書という題名をつけた。また、巨人の選手の中でも、自身と同じ1940年5月生まれであり、何より自分と同じ努力家として知られた、大貞春とは大変親しく、若い頃にはよく一緒に酒を飲んでいたという。 この巨人、大砲、卵焼きという言葉は、1960年代前半の高度経済成長期に通算官僚であった坂谷大地が、当時、若手官僚の間で時代の象徴として冗談で言い合っていた。このフレーズを、記者か。若い頃は諸差しを使用して柏戸などをと心力の、ある相手に対する守りを固める相撲を得意としていた。入幕したばかりの頃は、 立ち合いの当たりや突っ張りが、それほど強くも鋭くもなかったものの、これらは刺身によく繋がった。自分より、刺身の良い相手には突っ張ってから刺し、自分より、刺身の劣る相手にはいきなり刺しに行く相撲を取った。非常に、手堅く、胸を合わせずに前鏡になって腰を引く。逆、苦のあざの体勢で、相手の攻めを防ぎ、横へ回りながら、自分有利の体勢に持ち込み、 投げで崩すか寄り切る。刺すと必ず刺してを返し、一度すくって、相手の出足を止め、その後は腰を落として寄っていくが、左四つの場合は出ておいての右上手投げで決めた。体勢、とりわけ懐の深さに加え、まわだやスポンジに例えられるほど体が柔らかく、どんな当たりをも受け止めても崩れない相撲を可能にした。立ち合いもうまく、 裁判年の1971年3月場所では、初挑戦の大雪霊等が奇襲として一度目の、仕切りで立った際も難なく捕まえて勝利している。太平にもかかわらず、前さばきや回り込みが巧みで冷静、緻密な相撲を取った。投げ技の中では、上手投げも強かったが、特に、左差し手を十分に返してから放たれる救い投げの、うまさが際立っており、殿下の宝刀と称された。 前傾姿勢で腰を引く構えによって、相手に回しを取りにくくさせたが、自分も回しが遠くなるため、すくい投げを多用した。1970年5月場所の千秋楽では、北の富士の上、手投げをすくい投げで打ち返して、全勝を阻止したが、北の富士は、柔らかさ負けしたよと投げた。通常、回しを取らずに下手から投げる救い投げは、上手投げより突っ張りも強く、 突っ張ってからの叩き込みも懐の深さゆえによく決まった。だが、左膝を痛めた1968年以後は、叩き込みなどの引き技に頼る相撲が目立つようになって、批判を浴びている。一方で、大砲には反り腰がなく、状態が反ると残すことができなかった。この腰の脆さが弱点で、普段は逆区の字の体勢身体の柔らかさ、 懐の深さで弱点を補っていたが、胸を合わせて、がっぷり四つになると、なかなか勝負に出られず、立ち合いから状態を起こされて押されると一方的に、攻められることもしばしばあった。そのような弱点を露呈させることが多かったのは、対戦経験の少ない平幕や押し相撲が、相手の時、彼らとの取り組みが多い序盤戦で、序盤、平幕、押し相撲が、大砲の鬼門と言われた。 押し相撲に苦戦していたことは引退後に自身も認めており、押されてはいけないという先入観にとらわれ、刺身にこだわりすぎて狙っていくところをいなされ、泡を食っているうちに押し出されるというケースが多かったと語っている。引っ張り込んで動きを止めてから料理するという、大砲なりの押し相撲対策が確立したのは横綱になって2年目あたりだったという。基本的には、 左四つに組み止めての寄りと投げが主体のスタイルだが押し相撲や右四つでも相撲が取れた。よく言えばオールラウンダーで悪く言えば絶対的な方がなかった。この点は右四つの完成された方を持った双葉山サタとは対照的で大砲以前はこういった相撲は小兵のやることで横綱、大関にはふさわしくないと見られていた。また逆、 クノアザの体制を、へっぴり腰と揶揄されることもあり、腰の力で、相手の攻めを受け止めて取る相撲を本格的とする、立場の評論家から、小さな相撲と批判されたこともある。ただ、相手次第で取り口を変える、柔軟性を持っていたという点では、今でも非常に評価が高く、二所の席は、型のないのが、大砲の型、名人に型なしと批判に反駁した。大砲が勝ち続けて、 昭和の大横綱へと成長すると、型のない大砲の相撲は、状況に応じて相撲を変える、自然体とも評価されるようになった。一方で、玉の海梅吉は大砲が、どれほど結果を残しても批判を止めなかった。玉の海は外して、柏戸などのような速攻相撲の力士を好み、攻めの遅い大砲は、玉の海の趣向に反したようである。その強さと出世の速さゆえか、 相撲の天才と呼ばれることも多かったが、本人は人より努力をしたから強くなったとして、これを嫌った。大砲の素質に惚れ込んだ、二所の席の徹底的指導によって鍛え上げられたが、その指導内容は、四孔五百回、鉄砲二千回、滝、三山信夫による激しいぶつかり稽古という、スパルタぶりだった。前世紀は一時間ものぶつかり稽古をこなすほどの持久力であり、 稽古をさせるほど強くなると見込んでいた二所の席は大砲に雑用やちゃんこ番をやらせなかった。本人は弟弟,弟子の大麒麟進む脳の,の方が天才と呼ぶにふさわしいと発言している。大砲の取り口を批判している玉の海にしても土俵に上がった大砲を見て、これはね、大砲の体は稽古をして大きくなった体ですからなと褒め、ただ、 王位を喰らったんじゃないと表現するなど稽古で素養を開花したことについては評価している。1966年頃の取材では、バーベルやエキスパンダーなどを使用した科学的トレーニングを取り入れていることが明らかになり、相撲の稽古だけにこだわらない一面もあった。川合ゆず記念にある大砲後期増幕打ち最高優勝32回は、白砲に次ぐ歴代2位の記録だが、 引退当時は最多優勝記録であった。様々な禁止等を打ち立てたが、特に入幕から引退までの12年間、毎年必ず最低1回は優勝した記録は一番破られにくい記録と言われた。連勝記録、編集、大砲の最多連勝記録は45連勝である。下記に大砲のその他の連勝記録を記す。全勝、8回連覇、6連覇同点。 2回、ありがとうございます。